ダイアフラムポンプの概略図ダイアフラムポンプは溶石移送式ポンプの一種であり、ゴム、熱化素性樹脂、フッ素樹脂製ダイアフラムの往復運動と適当な逆止め弁を組み合わせて流体を移送する。膜ポンプとも呼ばれる。ダイアフラムは角膜を意味し、素材としてはゴム、樹脂、金属などが使用される。ダイアフラムには主に3つのタイプがある。 どの方のポンプもチャンバーの溶石が増加するとき圧力は減少し流体がチャンバーに流入する。次にチャンバーの圧力が増加するとき先ほど流入した流体が強制的に排出される。最後にダイヤフラムが再び上昇し流体がチャンバーに流入することでサイクルが完成する。この動作は内燃機関のシリンダーの動作に類似している。 ピストンでなくダイヤフラムを上下させることで油などが混入するのを防ぎクリーンな動作が可能となっている。ダイヤフラムポンプの特徴。小型ダイヤフラムポンプはダイヤフラム動作に対応した2つの体になるシート付きフローティングディスクを用いる。これにより静かで信頼性のあるポンプ動作が実現される。このポンプの高い効率性はモーターポンプユニットの長い寿命から明らかである。 直流モーターダイアフラムポンプは極めて優れた、自給能力があり、損傷を受けることなくソラン点が可能で、摂氏70度まで稼働できる。金属製の部品が移送される物体に接触しない。ダイヤフラム及び逆止め弁は、バイトン、サントプレン、ブナへの性が利用可能である。従って、これらのミニダイヤフラムポンプは、優れた科学的耐性を有している。小型ダイヤフラムポンプは、 ポンプを入れて数秒以内に準備できる。モーターと分離されていることからポンプ本体は機械的部分を含んでおらず短時間空運転させることができる。セットした圧力に到達するとポンプ内の圧力スイッチにより自動的にポンプを停止できる。ありがとうございます。